キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、年を取っても仕事ができる専門職についてお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信しておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の年を取っても仕事ができる専門職というようなところでの、話なんですが、私はですね、最近とある YouTube にハマってまして、結構見入ってしまって、いろいろこう時間潰してしまっているような、ところがこう多々あるんですが、その番組についてですね、今回ちょっとお話ししてみたいと思います。時間が潰してるというか、実際勉強にもなってるんで、いいかなというような感じなところでもあるんですけど、その最近ハマってるその YouTube は、どんなやつかというようなところなんですが、それはですね、高齢者の、お仕事に関する現実、それをこうストーリー仕立てにしたような感じの番組なんですね。で、 YouTube はですね、ひとたびそういうような番組見ると、次々とおすすめな番組にこう表示されてしまうようなところがあって、それ系の番組が私のね、 YouTube にいっぱいこう表示されるようになってるのがこう現実なんです。今の最近の、ものなんですけど、ともあれね、結構ね、これね、見入っちゃうんですよね。私も最近ちょっと年取ってきたかなっていうような、そういうようなところもあるんですけど、うまい感じにね、おすすめに、いい感じの、いい感じっていうかな、ちょっと見入ってしまうような番組をこうどんどん表示されてしまって、それでこういつの間にかこう時間が過ぎてしまうみたいな、そんなようなところになってるんですけど、これはですね、ただね、今のうちから、よく考えなければいけないなというような、そういうような、いろいろね、人生を考えさせられるような、そういうような番組でもあるんですけど、例えばなんですけど、どういうような番組の内容かというようなところなんですけど、とあるね、高齢者が結構借金まみれになってしまって破産して、で路上生活になって、日々、空き缶をね、拾うような、そんなような生活を起こしていて、で、その上野公園のお花見シーズンが、書き入れ時らしいんですよね。ただ最近のコロナ禍で、花見がこう自粛モードにこうなってしまって、で不老者同士の間で、空き缶の争奪戦がこう始まるわけなんですよね。でどういう風な戦略でこう空き缶を効率的に集めるかとかね、そういうような、バトルがあるんですけど、これが結構見入ってしまうようなところなんですよね。YouTube とかね、そういうのそれ系のキーワードで検索してもらったら、いろいろ出てくるかと思うんで、もし興味あったらちょっと見てもらえたらというようなところなんですけど、それとあともう一つね、ちょうど昨日見入ってしまった番組はですね、大阪の、鎌ヶ崎の日雇い労働者の実情みたいなね、そういうような話もあって、1日1100円の畳1畳の部屋で暮らして、で毎日ね、日雇いの求人窓口に行っては、1日に5、6件ぐらいしかこう仕事出てこないような状況で、そこの窓口にね、100人ぐらいで押しかけるんですよね。で仕事の争奪戦みたいなね、で本当にね、その5、6件は若い方にしかちょっとね、肉体労働系の、求人なんで、高齢者がとてもこうね、ありつけるような仕事じゃないんですけど、それでも毎日長蛇の列でね、その仕事の争奪戦がこうね、行われるわけなんですよね。で、これはちょうど1999年のね、就職氷河期の、労働事情をハイライトしたようなものをですね、昔のテレビとかもね、テレビ番組とかもですね、YouTube とかに結構上げ
られたりしていて、まあ、結構ねいろいろ考えさせられるようなものがあるんですよね、はい。まあ、明日は我が身というか、まあ、今ね結構コロナで今ね縁とかをこうジャブジャブ吸ってるんで、一見仕事とかねあんま苦労しないようなものには見えてるかもしれないですけど、ただ生活コストがね今現実こう上がってきてるようなとこがあるんで、なので、まあ、この辺はですね、今の時代の方がもっと厳しい現実なんじゃないかなというような、そういうようなところかもしれないんですけど、まあ、とにかくねまあ、こういうような高齢者になって、仕事をしなければならないような状況になっているような、人たちにこう共通する、こととしてはですね、その仕事の選択肢が、肉体労働しかないっていうような、実情、まあ、ここがね一つこう、まあ、その高齢者をこう窮地に立たさせてしまっているような、理由になっているんじゃないかなというようなところでもありますよね、はい。それとあともう一つね、その高齢者になっても、食いぶちがこう食いぶちとしてこう仕事をしなければならないっていうような現実、まあ、ここも一つ、まあ、そういった高齢者がこのような状況に陥ってしまうような、まあ、要因になってんじゃないかなというふうにこう思ったりもしております。今ね、よく言われてますよね、老後2000万円問題とかね、はい。で今のね若い世代がこう高齢者になった場合って2000万円じゃちょっと足らないんじゃないかなって逆に思ったりもするようなとこありますよね。というのも労働人口がですね、こうどんどんこう減っている中で、年金もこうカットされてますよね。でどんどんこう切られているようなところがあって、で年金をこう受給する年齢とかも上げられたりしてますよね。でそれに加えて今のインフレですよ。で円の価値がどんどん目減りしているようなそんなような状況ですよね、はい。でまたその一方で AI とかね、海外の労働者がこうね日本にリモートとかでも仕事できるような感じになるんでね、そういうような人口が今日本にこう流入してきて、で番組はですね1999年の、ちょうど氷河期の時代だったんですけど、やっぱこういうのを考えると今のこの時代の方が高齢者にとってはより厳しくなってきてるんじゃないかなというふうに思うようなところもありますかね、はい。だからこう2000万円じゃね足りずに老後3000万円問題とかね、なんかそういうのはねなんか今度政府がなんかね口にしそうなそんなような感じもしますかね、はい。まあ、ただね、この番組を通じてこう学んだことの一つでもあるんですけど、まあ、それが本題にもなってるんですけど、それはですねお金よりもねもっと大事なことがあるんじゃないかなっていうこう思うところがあり、まあ、今回このように収録させていただいたところもあるんですけど、まあ、それがですねやっぱその自分のスキルを磨いて専門職を身につけるということ、まあ、これに尽きるんじゃないかなというようなところですよね。まあ、ここさえこう極めていたらですね高齢者になってもですね、でそれで仕事しなければいけないみたいなそんなような状況になったとしてもですね、その専門性でからね何かのこう仕事にありつけたりするようなところもできるんじゃないかなというようなところですよね。でその番組でね仕事にありつけなかった高齢者のほとんどがですね、やっぱ専門性はあるんですけど、肉体労働系の専門スキルでしかなかったというようなところ、まあ、ここがね一番ちょっとその高齢者にとっては厳しい事情になってしまった要因なんじゃないかなっていうようなところがあるんですよね。とび職みたいなねそういうような専門職があるらしいんですけど、ただねやっぱ年取ってくるとその、まあ、材木の上に乗って作業とかそういうのをこうしづらくなってきたり、またそれを監督する会社側もですね、なんか高齢者がねなんかこう高いところからこう落ちて怪我してしまってなんか労災降りなければいけないとか、そういうややこしい問題になるなったりするようなところがあるんで、そういったところからですね高齢者に肉体労働させないというような、まあ、流れになってるみたいですよね。だから飛び職みたいなねそういった専門職っていうのはやっぱなんやかんや言ってね年取ってからやっぱ使えなくなるスキルなのかなって、まあ若いうちはねかなりこう専門性との高い、まあ、スキルではあるんですけどね、はい。まあ、そういった意味合いからね、こういった現実も踏まえ、じゃあその今の若い、若者はねどんなスキルをこう磨いたらいいのかっていうようなところ、まあ、ここをですねちょっといろいろ考えるようなところがあって、でそれでなんですけど、まあ、これね私のこちらの番組ならではだから、少しちょっと申し上げさせていただきたいと思うんですけど、この
プログラミングとかね、エンジニアのスキルはですね、結構いい線いってんじゃないかなって思ったりもしております。まあもちろんまあ年を取って開発環境がガラッと変わってプログラミングの知識とか一気に使えなくなる可能性もあるんですけど、これはね、このプログラミングのエンジニアのスキルはですね、もう一つ何かを掛け合わせると、強力な専門性を発揮する可能性がある職種でもあるんですよね。で、場合によってはかなり希少性の高い、エンジニアになったりする場合もあるんで、まあ、だからこそ、なんかその掛け合わせで、まあ、なんかちょっと見てみるっていうのもいいんじゃないかなというようなところがあり、まあ、例えばなんですけど、エンジニアと営業とかね、エンジニアと、英語とかね、英語、それからエンジニアとマーケティング、それからエンジニアとコンサルタントみたいな感じでこう掛け合わせるとですね、結構強力な専門性を発揮したりするようなところがあり、まあだからこそなんですけど、私もですね、エンジニア×英語×マーケティングみたいな、そんなような、それ×コンサルタントみたいな、そんなような感じで、まあ結構希少性の高い今職種につけたりしてるようなところがあるんですけど、そうなんですよ。エンジニアをベースにですね、もう一つ掛け合わせたりするとですね、結構希少性の高い専門性をこう磨くことができたりするんでね。だからこれはね、年を取ってからでもね、結構いい線いってる専門スキルなんじゃないかなというふうにこう思ったりしてるようなところがあります。少なくともね、飛び職のような、肉体労働的スキルよりかは絶対こう使えるスキルというか、これからもこう大事になってくるかなというようなところでもありますよね。はい。まあ、やっぱですね、年を取って使えなくなる専門スキルっていうのは、やっぱね、ちょっと残念なところがあるんでね。で、年を取ってからね、それ、もう使える、その専門性が発揮できないく、ノースキルの高齢者として、レッテル貼られてしまったりするとですね、本当このタクシードライバーとか、警備員、コンビニのバイトとかね、そういうようなことしかできなくなり、で、かつね、こういうような職種っていうのはですね、これから AI とか、そういったものにどんどん取られていく可能性の高い職種なので、今の若者がね、高齢者になって、で、老後にこうね、ちゃんとした仕事をつけるかっていうようなところが、ますますね、こう不安になってくるこう時代になったところもあり、まあ今回ちょっとこのようにお話しさせていただいた次第でもあります。はい。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。